え、T、シャツ全然売れてないやん東野幸治の「幻ラジオ」今回の「幻ラジオは」はゲーミングパソコンガレリアさんの提供でお送りしています。 ガレリアとはパソコンゲームを楽しむことに特化したパソコン。凄森ホリデーを楽しむためにお求めいただきやすい10万円前後のエントリーモデルから最新ゲームをとことん遊びたい方向けのハイエンドモデルまで幅広くラインナップしております。ゲームはもちろんテレワークなどゲーム以外の様々な用途でも高いパフォーマンスをマルチに発揮します。ブレイクザノーマルさ、ガレリアとその先の世界へ。 今回も家のリビングで朝8時から録音しております。T シャツが全然売れていません。<笑>,笑い事ではございません。幻ラジオの幻グッズ第3弾。幻ラジオ一旦休止まで。これを含めてあと3回。そんな状況で前回発売しましたけども。 トートバッグとボトル、水筒ね。これすぐに売り切れました。僕はなんだったら T シャツはすぐに売り切れるけど、トートバッグとか S マイート、水筒これ、売れんのかなと思ったら、やっぱり僕は世の中と全くそりが合いません。その二つはすぐに売れて。で、このまま一気に幻 T シャツ、最後の 最後ちゃんは一旦休止の幻 T シャツ。黒、白、深緑、紫、この4種類。前は幻っていうこのロゴがね、ちょっとこう剥がれていく。こうまあ多分これ休止状態。中に行くっていうのを表現してるんでしょうか。そのデザイン。で、後ろバック、バックプリントは過去の娘 D が好きだった幻ラジオの回を、のタイトルをちょっと英語に直してる、うな感じ。 貴重ですよ。うん、っていうか、貴重だと思ってました。しかし、幻市民の皆さんにとっては、貴重でも何でもなかったみたいです。第一弾、第二弾、すぐに売り切れて、ちょっと調子に乗っていたのかもわかりません。ピタッと、止まりました。ピタッと、止まりました。 世界が止まりました。いつもの日常が止まりましたよ。大量に余っています。この気持ち、怒りでもない、悲しみでもない、喜怒哀楽に属さないこの気持ち、誰にぶつけたらいいんですか正直に言います。幻ラジオの幻グッズ第3弾、ノスタルジック作戦、失敗しました。 皆さんが幻ラジオが終わって残念だっていう渋谷郵便局止め東の工事宛てに手紙はがき届きます書き込みでもね幻ラジオ終わってえー、ショック残念グッズ絶対買いますテレビ局で会うスタッフさんとかえー、幻ラジオ終わるんですかいやー残念です聞いてましたえぇ、ーえー、一旦休止ですか残念ですそんな声たくさんありました調子乗ってました テレビ局のスタッフさん、バツナギで、僕との会話のバツナギで、幻ラジオを聞いてますよっていう会話、もう今後、現金でお願いします。騙されました。完全に、はしご外されました。正直、この幻ラジオ、一年ちょっと前から初めて、本当に順調に来ていました。作戦通りでした。我ながら、こっそり自画自賛してました。何にもないところから、 みじめじ、みじめ大作戦。順調に来て、スポンサー見つかり。スポンサーも途切れることなく最後まで来ました。グッズ第1弾、第2弾も大成功。うーん、YouTube でラジオしてる。うん、ちょっと、メディアにも引っかかり取り上げられて、調子に乗っていたのかもわかりません。寂しいという気持ちじゃないですね、これは。うん。こんな三段落ちあんのって。物販の三段落ちはえぐいですよ。 はい、みんながこぞって幻 T シャツを我先に買うコンプリートしました幻 T シャツそんな書き込みもあると思ってましたが何にもございませんトートバッグとか水筒をそれを削って T シャツ1本にすべきだったのかも分かりませんよくに目がくらみました、はあ、いろんなもの最後だから一旦休止だから 買ってくれると勝手に思ってました。ノスタルジックになっていたのは、東野家だけだったのかもわかりません。紫が一番売れてません。この色を特別にお願いしたのは、私自身、ダディ自身です。一番売れてません。その次が白。娘で曰く、おじさんばっかり聞いてるから、 おじさんは黒い T シャツを選ぶんだよねって、そんなことないと思ってました。結果、黒が一番売れてます。やっぱりおじさんばっかりだったんです。大きいサイズはもう大丈夫です。M が売れてません。おじさんで幻ラジオを聞いてて、M の体型の人探してください。お願いします。このままじゃ僕自分で購入しますよ。幻グッズの T シャツ。 そんな身にもなって考えてください。お願いします。あと3回。幻ラジオの休止まであと3回。幻グッズの T シャツ。紫白 ML。なんとかしてください。お願いします。これ水曜日の夜アップしますけど、次の日曜日のアップする幻ラジオのタイトルコールが、 T シャツ、グッズ関連の怒鳴りだったら売れてないと思ってもらって結構です。お願いします。さあ、そして、4、4泊、4連泊しました、大阪。金曜日泊まって、で、土曜日仕事して、で、日曜日を久しぶりに関西方面で旅猿やって、で、月曜日また、 泊まってるホテル戻ってきて、で、もろもろ仕事し、また火曜日、ABC の特番、朝日放送やってで、新幹線乗って、夜帰ってきたんですけれども、なんかダダダダダッと、吉本芸人やいました。もう、もうネタらしていいんかな。旅猿に、メッセンジャーの黒田くんが来て、もう、なんでしょうか、野良犬のように喋ってました。はい。 いや、相変わらず、うんのラ野良犬トークさせたら面白いなって思いました。東京、まあ、関東ローカルの旅猿ですから、関西は2ヶ月とか3ヶ月遅れか、当分先ですけど、関東の深夜にあんな野良犬、話し飼いにしていいんかなっていう、旅猿、楽しみにしてほしいと思います。で、火曜日が ABC の特番やって、最近だから関西で、俺ずっと、関レっ子だと思ってたんですけども、 最近、ABC 朝日放送で正義の味方っていう,というのは朝の真面目な情報番組やって、で、4月から ABC ラジオ始まるでしょ。で、ABC の特番でしょ。いや、もう ABC っ子、朝日っ子になってきましたよ。はい。そこで久しぶりに銀シャイのうなぎくんに会って、相方の橋本くん大丈夫なんか顔面がピクピクピクするんでしょ、つって。 いやなんか実は2年前3年前からそういう兆候があってなんか手術して治るみたいですから全然あの問題ないですっていうふうに言ってたんで安心したんですけどはい相変わらず面白いうなぎくんでなんか楽しかったです天心木村は実は岩手に移住するのは子供の問題で移住するんでしょっていうま顔言われてあ変な 全くのデマっっっててこんんなな風に流れんねんなってちょっと思いました身内でもそんなデマが流れてくるんですね。いや全然違うよって一応言ってたんですけど回り回って例えば何か子どもの喘息で都会は悪いからって言って田舎にとかいう風な感じで、うん、伝言ゲームどっかで変わっちゃうんでしょうねいやそんな風に言ってましたうそやねんちょっとね子どもの体調悪いから岩手に移住すんねんって。 言おうかなと思ったんですよ。20代だったら言ってたから ?30 代いや、40代までだったら言ってました。真顔で、そうやねんって言って、全くのデマを流したと思うんですけど、僕も50過ぎてますんで、いや、違うよ、違うよって。なんか、テレビのレギュラー番組が決まって、なんか本腰入れるためにっては言っときましたけれども。で、その ABC の特番が終わって、新幹線乗って、東京戻るときに、ロバートの、 秋山に会っっていやししかった久しぶりに見るわド迫力でマスクしてるけど,どすごい近づいてきて「おはようございます」って秋山来て「うわ秋山や」と思って顔だけ見たら身長1 8 8ンチなかったらおかしいぐらいのド迫力で「俺の家の話見てるよ」って言って「いや面白いわ」って言ってはいお話ししてで品川駅で降りる時にロ氏がいてて。 明日ゲーム配信お願いいしますみたいな感バンバちゃんはなんかいなかったです、はい、多分どこかで料理作ってると思いますけれどもロバートにも会って楽しくそして吉本本社戻って和牛チーキーズっていう生配信の吉本チャンネルかなその生配信の番組やって和牛に会って「情熱大陸見たよ」言ってあの銀シャリのうなぎが「情熱大陸」見て最初の方で「 水田がホテルで m 1グランプリ見てる映像がなんか「王様が見てるみたいやした」って言ってたよ言って一応フォローしておきましたけどねいろんな芸人がいてる中「情熱サイクのスタッフは水田しか映さなかったからなんかでっかい椅子にホテルで大きい部屋で一人で高級な酒並べて m 1見てるように映ってましたけどなんかいろんな芸人が一緒になって M−1 見たそうやでとは一応うなぎくんに言ったよって水田くんには言っときましたあと川西くんに、えー、幼馴染の、うん、ドーナツや紹介するのやめてくれとも言っときましたけどもさあそんなわけでああとあれ見ましたプロフェッショナル庵野監督ちょっと今からしゃべる内容はネタバレになるので見ようと思ってる方まだ見てない方は消しちゃってください俺だからそれ和牛との番組終わって家帰って 全録してるから、それ見ましたよ。面白かったわ。見てください。安野全開でした。僕が知ってる大好きな安野の、うん、なんか、一挙手一投足ずっと見ときたかった。3時間ぐらい見たかったな。ナレーションもなんかちょっとね、安野監督は変わってるよ、みたいなのを全面に押し出してましたけど、この男に安易に手を出すべきではなかったとか、得体の知れない意味。 話を聞いているのか聞いていないのか、あんのは、謎に満ちた男だった。これ,これメモ書きしながら見ててましたからね。言いたいなと思って。大人になり損ねた人、少女少年、自分の作品、自分の命より大事。自分の命より作品だって。言ってました。俺番組より、やっぱり自分の命が大事やなって思いながら。 アイハブのアイデアってテンション上がって言ってましたねン野監督どうするの綾波麗ならどうするのン野は血を流しながら映画を作る33歳の時に「新世紀エヴァンゲリオン」始めたんですっていやめちゃめちゃ若いやんって改めて思いましたそれから25年でしょうだからおそらく今58歳駅のホームめっちゃ走ってましたよン野スマホ持って あとその絵コンテで作らずに、なんかモーションキャプチャーで役者の人が、多分おそらく役者の卵の人が、新次役とか、アスカ役とか、綾波役で全身体つきて、なんかモーションキャプチャーで動いて、それをどっから撮るかみたいになってあ、こんな風に撮るんねやとか、あとなんかアニメで作るその世界観、村が出てくるんですけど、その村も綺麗にだからその再現して、ちっちゃく再現して、そこで、 だからかん、ノートと鉛筆でバーって作るんじゃないねんな思って、それびっくりしました。アングルと編集が全てなんですって。面白くない台本のアニメでも、アングルと編集で面白くなるって言ってましたね。で、それ全力終わって、あおもろいなと思ったら、そのまま流れで、あの日の通学路っていう番組が、何やろこれと思ったら、桂三ンく君と増田岡田の増田君と中川家のレイジが出てて、あ、そうかそうかって言って、あの三人、 ま、あよも含めて、同じ中学出身なんですよ。で、通学路で映像して、3人がスタジオで、あ、ここの駄菓子屋知ってるとか、あ、ここから学校行った行った、みたいなを話する番組だったんですけど、すごいですよね。一番 M1 王者を輩出してる中学っていうふうな触れ込みですから、日本で一番面白い中学でしたから、今から10年、15年前、休み時間になったら、それぞれクラスのね、お笑い好きな中学生がコンビ組んで、 いろんな教室にあの飛び込みで漫才しに来るんですよ。ラマスダが誰々と素人とね同級生と漫才コンビ組んで1年の教室2年の教室3年の教室行ったりレイジが1年の教室2年の教室行ったりとか強氏が行ったりとかしてるんですよ。でお笑いの世界に入るんですよ。桂サンド「世界の鍋やつだけはそれをずっと教室で見てたって言ってましたからそれはそれでまた面白いし。日本で一番ハイレベルのの、中学校の なんか通学路の話は、うん、NHK 面白いなと思って見てましたはいさあそして渋谷郵便局のめ東の工事宛てに来た手紙読んでみたいと思いますこの方神奈川県チーズインハンバーグラディご無沙汰しております 第20回幻ラジオで手紙を読んでいただいたニートおばさんのチーズインハンバーグ。相変わらずカノエーコーさんが虐げられている動画を見ています。近況報告で再度手紙を書きました。ラジオで手紙を読んでもらった後、就職活動のモチベーションも上がりまして、なんとか採用。現在は役所で生活相談の窓口対応しております。ダディのおかげで長いニート生活に終止符が打てたこと、改めてお礼申し上げます。役所には生活に困窮している方々が、 老若男女、ひっきりなしに来所されます。所持金が8円しかなく、仕事も住まいも前歯もないおじいさん。働き口が見つからず、立ちんぼをして稼ぐ外国人のシングルマザー。ギャンブル教で働かずに生活保護をもらおうとする子供部屋のおじさんなどなど、複雑な事情を抱えていた方の対応、応対をしています。 このコロナ禍でつい先日まで普通の暮らしをしていた人も、職や家族を失い、貸し付けの申請をする方も数倍に増加しました。私は毎日ザ・ノンフィクションを見ているようです。数ヶ月前までぬるま湯のニート生活を送っていた自分に、全力でサポートしますので、働いて生活を立て直しましょう、などと声をかける資格があるのか疑わしいですが、今はとにかく目の前の方に就職支援することだけを考えて働いています。 幻ラジオの終了を聞いた時は配信を心のよりどころにしている私にとって大変ショッキングでした。一年前世の中が不安定な状況で幻ラジオは始まり、大勢の幻民がダディに支えられ困難を乗り越えようとしています。仕事で忙しい中継続して声を届けてくださり、大変感謝しております。今は4月から始まるラジオが楽しみです。 ダディの新天神のご活躍をお祈りしております。それではくれぐれも体調にお気をつけくださいませ。応援しています。ということでございますけど、こういうね、世の中が大変だっていう手紙を読んだ後、なぜ僕は自分の幻ラジオの幻グッズが売れないんだっていう愚痴を言って、どうかコビヘツラって買ってもらおうと思った自分を、下げすみます。うん。こんな手紙読むんじゃなかった。どう言っていいかわからない。 皆さん頑張ってください。そして、この手紙を読んだ後、非常に言いづらいんですが、あまりにも秒でトートバッグが売り切れて、皆さんにトートバッグもう一回再販売してくださいっていう声が届いたんで、もう少ししたらトートバッグ、数は少ないですけれども、再び販売したいと思います。どうかよろしくお願いします。 こんな状況でございますがトートバッグ買いたいなと思って買えなかった方はちょっと首を少し長くして待っててほしいと思います、えー、そしてこの録音した後私は幻 T シャツ紫を着て写真を撮って娘 D に送りますサムネイルはもちろん紫の幻 T シャツですどうか今回の幻ラジオを聞いてこんなに みっともないタレント、初めてや。こんな惨めな芸能人、初めてや。と、ちょっとでも思ってくださったら、どうかどうか、幻 T シャツ、購入に少し、検討していただければ、ありがたいと思います。そんなお願いを持って、今回の幻ラジオは、おしまい。ということで、また来週、あと2回。一旦休止まで、あと2回。 幻ラジオ最後まで聞いててくれてありがとうございますまた聞いたってやバイバイ